1422年のコンスタンティノープル包囲戦は、オスマン帝国の皇帝村と2世が、ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを包囲した、戦いである。初めてこの町を本格的に攻めることになった、オスマン軍は、初めて大砲を導入して、都市を攻略しようとしたが、マヌエル2世、パレオロゴス率いるビザンツ帝国軍が耐え抜いた。さらに、マヌエル2世以来の策により、 後方で反乱が発生したため、ムラト二世は撤退した。1421年にスルターンのメフメと一世が死去し、後継者争いが始まると、ビザンツ皇帝マヌエル二世が介入して、オスマン帝国を弱体化させようと試みた。闘争を勝ち抜いて地位を固めたムラト二世は、1422年にビザンツ帝国に侵攻した。この時のオスマン軍は、 方針が短いが後継が大きいハルコネット法を手に入れていた。一方のビザンツ軍も技術的には同等のレベルにあり、オスマン側も大砲から放たれた石を受け止めるためにバリケードを作らなければならなかった。ビザンツ帝国の年代記によると、6月10日水曜日、正午から4時間が過ぎた時、ミハロールがコンスタンティノープルを攻撃した。 戦闘の目撃者であるヨハネスカナノスによれば、ミハロールの先方隊がコンスタンティノープル郊外を荒らし回った後、6月20日にオスマン本軍が工場兵器と共に到着し、本格的な攻防戦が始まった。しかし間もなく、村と二世は撤退せざるを得なくなった。アナトリア半島で弟のキュッチュクムスタファが反乱を起こしたためである。その裏では、 アンカラの戦いで一度没落したオスマン帝国が再び強大化することを恐れたゲルミアン公国やカラマン公国などのアナトリアの米陸が糸を引いていた。さらに歴史家ドゥーカスによれば反乱軍にはビザンツ帝国のマヌエル2世からも金が流れていたという。これによりムスタファは大規模な軍勢を組織し8月下旬もしくは9月初旬から オスマン帝国の首都ブルサを包囲した。村と二世の撤退にはこうした事情があったが、当時のコンスタンティノープルでは、これは神の母が介在した奇跡であると言われた。オスマン軍を撃退したとはいえ、すでにビザンツ帝国はコンスタンティノープルの他に英華界に散らばる、わずかな飛び地を収めるだけの小国にまで没落していた。帝国の経済も瀕死の域にあり、 南高不落の都市があってもそれを守る兵士が足りなかった。教皇ピウズ2世はヨーロッパ諸国に向けてビザンツ帝国に大砲を送るよう、すなわち軍事支援を行うよう求めた。それに応えて何問か大砲が送られたものの、それ以外にはビザンツ帝国の軍事は一切増強も改善もされなかった。結局、村と2世のこの目フメと2世により、 1453年にコンスタンティノープルが陥落し、ビザンツ帝国は滅亡した。ビザンツ側の文献によると、村と二世が包囲を諦めたのは、神の母がコンスタンティノープルの城壁の上に現れたからだという風説がビザンツ帝国で広まった。ヨハネス・カナノスは次のように記録している。またカナノスによれば、トルコ軍側が真をまとった女性が、 町の外壁を歩いていたのを目撃したと記録していたという、ありがとうございます。